サンフラワーフラノは、商船三井フェリーが運航するフェリー。本項目では、2017年5月13日就航の2代目を取り扱う。サンフラワーフラノの代船として、ジャパンマリンユナイテッド、横浜事業所磯子工場で建造。商船三井フェリーとして、初の新造船となる。塗装はこれまで、ブルーハイウェイライン時代以来採用されていた胴体の、 青線が一部に本線に改められた。2016年7月6日に船体のみの状態で建造ドックから引き出され、修理ドックへ移動した後、愛いい事業所で製作された上部構造物が搭載された。2017年5月13日大洗発から運行を開始。2018年1月21日に大洗い港への接岸時に岸壁に接触し選手が損傷。 前年10月より長期運休の同型船サンフラワー札幌と合わせ夕方便船泊が2隻とも運用を離脱し1月22日以降夕方便が全面運休となり2月9日大洗い発便より運行を再開した全船と同様に夕方便に就航する推進機には CRP 推進システムが採用され各種付加物の装備、線形の最適化と合わせて優れた 低燃費性能を有する。また、推進システムは、運行状況に応じて駆動源を主機と電動機から、選択可能なハイブリッド推進システムを、国内のフェリーで初めて採用しており、巡航時の推進効率と出入工時の操船性能を両立させている。高速化に伴い大洗い港の出港時刻を遅らせることで、収穫範囲の拡大も見込まれている。収穫促進のために、 大洗港の出港時刻を自発させるにあたり24ノットの速力が必要とされ、推進効率の改善を図るべく、中央一軸の推進形状を基本とし、ハイブリッド CRP 推進を導入することとし、入出港時には電気推進のみ、公開速力時にはディーゼル推進を行う形となっている。船体規模は前船とほぼ同程度ながら、車両搭載能力が強化された。 トラックについては、線形の都合上大幅な増強はできなかったものの13メートル車シ,シ換算で従来線と度数の本数を確保することで大型化に対応することとし、乗用車層は2層か周ち1層を大型キャンピングカー等にも対応できる4.0メートルの高さとしてトラックの利用条件を緩和した。ランプウェイは、右げの船守備と、船尾中央の3カ所に設けられている。 2015年7月のサンフラワー大雪火災を受け、早期の火災察知ができる、養生時監視カメラを車両甲板やエンジンルームに約40台設置したほか、防火服の耐熱強化、軽量化や、ホースも2箇所同時放水可能とする防火設備の強化も図られた。商船三井客船、日本岸の2009年代改装のインテリアを手掛けた。 フラックスデザインの渡辺智之がインテリアデザインを監修。北海道をイメージしたデスティネーションデザインとして23歳の北海道大学を卒業した最女ピリカと16歳のノンノをコンセプチュアルストーリーに据え、北海道の自然と人間をテーマに白樺を基調としてカーペット等にあしらった。客室構成はプライバシーをより重視した形として個室数が 約2割増加指定員の約半分が個室となったほか、コンフォートとして階段式のカプセル寝台が導入され、大部屋の式、スイートとプレミアムへの専用バルコニーの設置、スーペリアへのシャワートイレの設置など、客室設備の充実も図られている。船内はバリアフリー対応となっており、エレベーター設備が強化され、バリアフリー対応客室が設けられた。 エンターテイメントシステム SSQ では、船内のタッチパネル型デジタルサイネージで、船内図、気候地案内、天気情報、船内イベント情報などを閲覧可能となっており、これに加え船内無線 LAN で、タッチパネルの内容に加え映画チャンネルを配信し、乗客手持ちのスマートフォン等で視聴可能となっている。この他、長い時間をいかに楽しんでもらうかをテーマとした。 サービス改革の下で一般レジャー客へのさらなる選出7回6回5回ありがとうございます。